はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、本日もやっていきましょうということになるんですが、皆さん心配になってたっていう方もいらっしゃるかなというふうに思うんですが、もう心配にならないかな。もう松井塾に通ってる生徒と保護者の皆さんがどうすると、あ、またかみたいな感じになるのかもしれないんですが、はい、小岩警察署の方から、正式に謝罪していただくことができましたということになります。はい。で、警視庁に長く勤められている方、まあこれ見てるかどうか知りませんが、警視庁に長く勤められている方は、私にすごい迷惑をかけているということを皆さんご存知だとは思っております。はい。正式に文章で提出しただけでもうすでに6回を超えてるんじゃないかなというふうな形になるんですけれども、はっきり言わせてもらいますが、はっきりで松井塾からのお願いということになります。数え上げるとね、具体的なことを数え上げると、警察官の落とし物を届けたことが1回と、職務質問の対応がおかしいだろうっていうことで、職務質問を受けたことがあるんですが、職務質問の対応がおかしいよねっていうことで、その場で、怒ったっていうか、指導をしたというか、いう感じになったことって、多分、かれこれ3、4回はある。で、110番通報をして、110番通報で、ボロクソに怒られたっていうことが、多分今まで多分3回か4回ぐらいあると思うんですね。で、警察官の自転車のマナーが間違ってるっていうか悪いんで、怒られたとか、夜中にバカ騒ぎしてる警察官で怒られたことが1回とか、数え上げるとですね、キリがないんですね。これ江戸川区だけじゃないですよ。これ江戸川区だけじゃないです。全部書き合わすと多分16回か20回ぐらいになるはずだと思うんですよ。16回か20回ぐらいだと思うんです。でも、はっきり言わしてもらいます。はい。はっきり言わしてもらいますが、迷惑がかかったのが私でよかったなと正直思ってます。はい。私でよかったなと思ってます。はい。私は申し訳ないんですけど、法律の知識知ってます。今回小岩の警察の方で私とやり合ったというか、やり取りをされた方とか分かってると思うんですけれども、はい。私が本気を出せば、とんでもないことになるということは、脅しやブラフではなくてですね、脅しやブラフではなくて、ほんまに知識知ってるでしょっていうことは、分かってもらえたと思います。ですが、私は別にその警察署をやり込めてあげようとか、警察署をボコボコにしてやろうとか、いうことは、全く考えてません。というか、マイナスでしかないので、私にとってこれね、マイナスでしかないんですよ。はい。迷惑をかけるね、警察に迷惑をかける YouTuber って見たことあると思うんですけど、警察に迷惑をかけ続けられる YouTuber って私見たことないと思うんですね。見たことあるんやったら言っていただきたいんですけれども、でもね、警察官だろうが何だろうが、消防士さんだろうが、仮に言ってしまうんだとしたら、どんなに優秀な人であろうが、立派な人であろうが、迷惑をかけたりとか、失敗をすることはあると私は思ってます。はい。で、たとえそれがですね、私が生きている限り、あと100回続こうか200回続こうか、謝罪された場合に関しては、私は、水に流します。はい。私は水に流します。はっきりと言います。はい。私個人が何をされてもラーメン頭からぶっかけられようが何しようがですね、謝罪された分に関しては、基本的には、許すという形をとってます。これはもう生涯変わらないようにということで、私の戒めとして、やってますということになります。ですが、私からだから、この動画に関して言わせてもらうのは、申し訳ないんですが、寛大な処置をお願いいたしますということですね。はい。申し訳ないですということを言います。寛大な処置をお願いいたしますということだけ、いうことになります。何回も言うことですけれども、治安っていうのは警察官だけで守れるもんでもなければ、警察官がなくて国民の力だけで守れるかというと、それもまた無理だと思っています。はい。国民一人一人がですね、きちんと法律を守ろうというか、道徳的に間違いのないことをしましょうということであったり、各人が個人個人がですね、きちんとした仕事をしていくことっていうことが、
積み重なっていくんですね。その小さな一歩をこうどん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 積み重ねていくことによって、社会っていうのは良くなっていくと私は心底思っております。はい。したがって私が別に YouTuber だろうと、別に塾の先生だろうと、経営者だろうと、そんなことはどうでもいいんですけど、その積み重ねが、一歩一歩の積み重ねが、社会全体を良くしていくと思ってますし、江戸川区全体の要するに治安を良くしていくことだと思ってますし、東京都全体のね、要するにことがやっているということになります。で、私は何回も言いますが、警察官が今まで10年間私が、なんていうんですかね、指導って言ったらいいのかね、指導。警察官を指導するって言ったら私は一体何なんですかねって話なんですけどね。はい。小松川警察署とかに関して言うと、俺が電話すると別になんか電話すると別に特に何もそんなしょっちゅう電話してるわけではないんですけど、またうちの署員が何かやらかしましたかって、俺の方が正しいのかよみたいなのが一回ありましたけど、はい、俺は何か警察官より正しいのかみたいな、いうことにはなるんですけれども、でも、組織で働いている以上、警察官という組織で働いている以上、失敗もあるだろうし、ミスもあるだろうし、ちょっとね、混乱していたら、やらかしてしまうということはあると私は思っています。はい。どんな仕事でもそうだと思っています。間違いはあるし、ミスはあるし、失敗はあると思っています。はい。で、その後の対応がね、きちんとされている限りにおいては私は怒らないということは断言しております。ですが、やはりそういう仕事である以上ですね、やはり責任問題ということにもなりかねないということはよくあると思いますが、それに関しては、別に私の、ね、謝罪は別に特に意味をなすということは思ってはいませんが、もちろん法律で働いている人々なのでではありますが、私個人の意見だけ言わせてもらいます。はい、小岩警察署の皆さんは、しっかりとよく働かれてると思ってますし、よく助かってると思ってます。私はそう思ってます。たとえ私がそういうの1回2回あったからといって、別に小岩警察全体の要するに信用が失墜するとは私は思ってはいません。はい。その証拠に今年の2019年3月4日ですかね、2019年3月4日に不審な要するに車があった時に関しても、警察官が要するに到着するまで7分30秒ほどで到着していますし、非常に管轄が違うんでっていうことに対しても、要するにきちんとした誠意ある対応を取られてたというふうに思います。あの対応は素晴らしかったと私は思っています。そういう対応の中に、要するにたった一人そういうことがあったとした場合に対してっていうのはそれはあります。ありますが、たまたまだろうというふうに私は思って水に流していますということです。はい。ということなので、本当に皆さんね、ご心配かけた方もいらっしゃるかもしれませんが、よくあります。正直、よくあります。別に警察だけではないですが、飲食店とかだったりした場合っていうのはもう二度と使わないだけの話なので、別にそんなに気にしたことはないんですけど、どうしてもね、公務員という、公権力に関してっていうことになると、誰もやっぱり言えないということになってしまうので、そういうことかなということにはなります。はい。ということでね、今回の件に関しては、私は本当に全然怒ってません。はい。何もなかったとして処理します。はい。何もなかったというふうに思ってます。はい。上司の人はよく対応してくれました。はい。上司の人はよく対応してくれました。はい。ありがとうございます。ということですね。110番通報の方に関してもね、本当ね、完璧な仕事されてるにもかかわらずですね、とてもないことに巻き込まれたなって思ってますし、今回メールの方を差し上げてもらって、一生懸命ね、警察官としてやられている方々も多いと思ってます。100% と言ってもいいかもしれないですけど、100% の警察官は、一生懸命明日頑張っていきましょうっていう気持ちでやられてると、私は心底思ってます。はい、思ってます。これは本当にそう思ってます。はい。なので、失敗は失敗しましたっていうことでいいですし、そうじゃなくてね、次はこういうことが起こらないようにというふうにさえしてもらえればね、私としては何も起こることはないですし、はい、ということになります。はい。なのでね、皆さんね、無事終わりましたので、はい、私は本当に感謝してますということです。はい、感謝してます。ありがとうございますということですね。はい。なのでね、一応言っておきますが、寛大な処置をお願いいたしますということです。
です。はい。私は被害者ではありません。ね、今回のケースは水に流しました。はい。ということになるんで、はい。ということです。はい。これから先も多分、私が生きてる限りですが、警察官が私に迷惑を何回かけても別に全然気にしません。はい。全然気にしません。ただし、直さなきゃいけないことっていうことに関しては、やっぱ直さなきゃいけない。正しいものは正しい。正しいことが全てではないかもしれませんけれども、やらなきゃいけないことはやらなきゃいけない。ということになってますんで、その辺のところは、まあ、きちんと、まあ、やっていきたいな、というふうには思います。はい。ということでね、無事、解決ということになりました。はい。あれ、72時間経ってたらね、72時間が私はタイムリミットだっていうふうに言うんですけど、大体私のタイムリミットは3日ということです。いいですか？私のタイムリミットはだいたい3日をベースにして考えてくださいということになります。それまでは、誰も要するに、クビにならないようにとか、誰も処分を受けないようにとか、そういう配慮に配慮を重ねた状態で私はやりますが、ある一線を突破すると、全力を持ってこれに対処するという形になるということになるんで、そこだけはね、はっきり言いますが、怒らせると、怖いよっていう。スラップ訴訟じゃないんでね、私のは。スクラップになるんで。これは、はっきり言いますけど、私結構温厚なんですけども、行くとなったら最後投げられたっていう状態になっちゃうので、そこだけね、まあ言っときますということになります。まあ、無事、まあ終わってよかったな、というふうには思ってます。で、何回も言いますが、何回も言ってますが、小岩警察は本当きちんとしてますから。本当に。本当に110番通報したらすぐ来ますから、本当。今回こういうことありましたけど、小岩警察も、小松川警察も、東京の110番通報、警視庁の110番通報もちゃんと仕事してますから、ここだけは本当に全力で擁護しますんで、私。全力で擁護しますんで、決して、そういうことが、世界の標準から見ても早いですし、東京都の警視庁の110番通報のレスポンスタイム率は早いですし、小岩警察もしっかり仕事してます。はい。小松川警察署もしっかり仕事してます。はい。私に何回も怒られたってことは事実としてありますが、個々の警察官が要するに怒られたっていうケースはいくつもありますけれども、ね、ありましたよね。皆さん、覚えてますね。私は自転車で引きそうになって、俺にぶち切れられたっていう事件とかあるんですけど、ほんとしゃれいらないですよね、しゃれいらないですけど、バンバーンって言って、そうやね、お前、舐めてんのかみたいな話になったんですけど、舐めてんのかって怒られるんですよ、文章とか、ちゃんと、こうでこうでこうだから、お前おかしいやろっていう、いうことをね、口頭でやりますということになりますけれども、はい。ということになりますということです。はい。なのでね、皆さんね、これをご覧になられている警察の方々がもしいらっしゃいましたらですね、私も全然怒ってないので、安心してください、ということになります。はい。ですが、怒ると怖いよ。俺は、はっきり言っておきますけど、俺の法律知識は結構悪いよ。悪いけど。俺の法律知識あんま舐めてかかると大変なことになるんで、そこら辺の一般人よりは明らかに詳しい。そこだけはね、しっかりとやりますということです。で、私も、間違いのないようにというか、ミスがないように、そして、まあ、小岩の警察官の方々には、もう絶対お世話にならないようにというか、小松川警察官、警察署には別にお世話にならないようにというふうなことがね、まあ、自分も他人、一言じゃなくて、営業を正してしっかりとやっていきたいと思いますし、はい。で、警察官の人々の中にね、毎日一生懸命やってるにもかかわらずね、こういうことがあってっていうんで、落ち込んじゃう人もいるかもしれないですけど、俺はちゃんと見てますよ。警察官のパトロールとかで、110番、パトカーがどういうふうに動いてるかとか、どういうふうにちゃんと取り締まりしてるかとか、どういうふうにやってるかとか、俺全部見てるからね、ちゃんと見てるから。しっかりやってると思いますよ。はい。あれ、誰がどう見ても小松川警察署と小岩警察署の、警察官の働きっぷりっていうのは、東京23区の中で、まあ、上位に食い込むんじゃないかなっていうふうには私はしっかり見てやってますけども。しかしながらこういう一件のことがあった場合に関しては私が怒るっていうのは、そうやって一生懸命やってる警察官の努力を無駄にしてどうするんですかっていうことが一番許せないっていうところだけね。ここだけははっきりと言っておきますということですね。私が別に金を要求したわけでもないですし、時間も、要するに時間取られるわ、名声は下がるわっていうんで、私にとってはデメリットしかないですからね。デメリットしかないですからね。私はっきり言いますけど、
あのはっきり言いますが、そういうことですね。警察官ね、あの怒ってて、怒ってる状況を見て、あの塾長誰やっていう、あのスーツの男誰やっていうんで、じゃあ伝染して、客減ることあっても、客増えることないっすからね。ないっすからね。はっきり言いますけど、はっきり言いますけど。はい。ですが、まあ、やむを得ないかなというふうには思ってはいます。はい。ね。はい。なので、もう一回、確認しますけど、本当小岩警察にしろ、小松川警察にしろ、110番通報の警視庁にしろ、しっかりよくやってくれてます。はい。で、免許証の更新とかの時にも、私は警察とか行きますけどね。はい。まあ、怒られた人いますけどね。免許証の更新の時も怒られた人いますけどね。はい、いますよね。お前、舐めてんのかっていうような話になったのはありますけど。まあ、言ってないですけどね。言ってないですけどね。ちゃんと敬語使ってくださいね。とか、なんで命令されなあかんのみたいな感じで、言葉遣いおかしくねっていうのを言ったことはありますが、はい。まあ、ちゃんと2回目、ゴールド免許もらう時は、きちんとしてましたね。はい。すごい対応でしたね。はい。ということなので、本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。本当に警察の信用失墜行為ではないので、しっかりとそこら辺のところだけ皆さん覚えておいてください。あとね、なんていうんですか、警察がなんか免許の放置してないですとか言って、別にその、なんか YouTube に上げちゃいますとかね。まあそういうなんか、まあそれがそういうの確かにその、通報として、報道として大事な側面があるということも、また事実としてそれはあるのはあるとしては分かるんですけど、分かるんですけど、こういうヘル、ノーヘルのやつがいますよっていうのも、分かるのはその通りだと思うんですけどね。できるだけ、やっぱり良くしていかないといけないっていうのは、あくまでその、晒し上げて、要するにボコボコに叩けばいいっていうのが、社会を良くすることではないと思ってますんで、まあ、皆さんにとって、いい社会を作っていくためには、まあ、どうすれば、どういうふうに対応していくのがいいのかっていうことですね。まあ、それが本当にまあ、私も自分で良かったのかどうなのかっていうことに関しては結構反省させられるところはもちろんありますけれども、まあ、その辺のところを皆さんしっかりと考えて、やっていってほしいなということになります。というわけで、本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。